石巻港駅は、宮城県石巻市南港町2丁目にある、日本貨物鉄道の貨物駅、千石線貨物支線の終着駅である。日本製紙石巻工場の生誕に位置し、同工場は当駅発着貨物の最大の荷主でも、ある。コンテナホーム一面一線、数本の仕分け線、留置線を有する地上駅である。駅東側にある。 日本製紙石巻工場へ向けて専用鉄道が6本分岐している。駅構内には営業窓口の JR 貨物石巻営業所が置かれている。コンテナ貨物、シャーツい貨物の取扱い駅である。コンテナ貨物は12フィートコンテナと日本製紙専用鉄道発着のコンテナを取り扱っている。駅構内の入れ替え作業は 仙台総合鉄道部所属ので1 0系ディーゼル機関車が担当し、専用鉄道内の入れ替え作業は、日本製紙グループの南港運輸が保有するディーゼル機関車が担当している。1日上下8本の高速貨物列車が発着する。発着駅は、仙台貨物ターミナル駅か、小五田駅のいずれかで、同駅で別の列車に係装されている。最終的な輸送先は、 新坂持つターミナル駅などの首都圏の駅である。石巻港、駅10月再開へ、瓦礫用ホーム拡張も、産経新聞、http コロンスラッシュスラッシュ SANKEI.jp、msn.com、アフェアーズニュース12711、dst12 兆711億1846万18、n1、 HTM2012 年8月8日閲覧。JX 鉄道輸送橋再開、仙台臨海前支線が復旧。河北新報。 http://www.kahoku.co.jp:/news:/2012//09/2012090712007/.htm2012 年9月13日閲覧。石巻公益、貨物営業を再開。三陸河北新報社。 http://www.sanriku-kahoku.com スラッシュニュースいいスラッシュ 20120i 121010i 貨物 html 日本製紙専用線が再開三陸化北進放射ありがとうございます